いい眺めでしょう。私はこの海から見た尾道の眺めが一番好きだ。それに大事な話をするのに海の上ほどうってつけの場所はありません。周りに聞き耳を立てる者は誰もいない。大事な話？実は桐生さん、あなたに折り入ってお願いがあります。どうかこの小清水と染谷さんが交わす杯の後見人になっていただきたい。どういうことだ？ご存知かどうか、余命連合会はこれまで東条会とも近江連合とも杯を交わさず、極道組織として中立を貫いてきました。それはなぜか、広島が動けば日本の裏社会の均衡を崩すことになるからです。我々が日本最大の組織近江連合と組めば、東条会に勝ち目はなく、逆に我々が東条会と組めば近江連合にとって存亡を脅かす存在となる。だからもし今我々と東条会が杯を進めていると近江連合が知れば、彼らは死に物狂いで阻止しようとしてきます。一つ間違えれば日本中の裏社会を巻き込む戦争になる。クルス会長、あんたらはそれが分かっていて、なんでそんな危ねえ杯を進めようとする？わしらがそこまで話すからには、まず杯の後見人を受けると確約していただきましょうか。桐生さん、あなたは今の近江連合トップからの信頼が厚い伝説の極道だ。そのあなたが後見人であれば、我々の杯が明るみに出ても近江連合は渋々とはいえ飲むでしょう。堂島の竜の名はそれほどまでに力を持っていると、私はそう思っています。なるほど、事情は分かった。それでお返事は？断る。理由を尋ねても？今の東条会は六代目の堂島大吾が逮捕されて不在、その急場しのぎに代行の菅井が切り盛りしている状態だ。そんな時にこの俺が、下手すりゃ戦争になるって杯を無断で交わすのは東条会六代目への裏切り行為でしかない。なるほど、筋は通ってますな。ただそうなりますと、我々としては染谷さんとの杯を断念しなくてはならない。もしかしたら代わりに近江連合と話をすることになるかもしれませんが、あなたはそれでもよろしいんですか、四代目？どこの誰と杯交わそうがあんたらの勝手だ。俺はもう東条会の人間じゃねえ。それはおかしいですね。東条会の人間じゃないとおっしゃるなら、裏切る裏切らないもないでしょう。違いますか？やめなさい、詰めろ。桐生さんからはもうはっきりとお返事をいただいた。この話はもう終わりだ。失礼しました、会長。いきなり無粋なご相談をしてしまってすいませんでしたな。年を取るとどうも話を急いでしまっていけない。いや、それじゃあ食事の続きをするとしましょう。な、覆面どうだった？バレなかったろ？それが南雲の頭が途中で熱いて脱いでしもて、せっかくの黒が水縄じゃ。
なんだ南雲、お前根性ねえな。キヨちゃんが、うん、そんな嘘じゃ。こいつどうしたんだ。まあいっか。よし、俺が覆面の使い方を教えてやる。田頭、お前ちょっとこっち来い。キリュウさん。笑ってんじゃねえてめえ。ママ帰らなくていいのか。キリュウさんを待ってたの。はるかちゃんの話、結局途中のままだったから。いや、しかしもういいのか。私なら大丈夫。突然のことでいろいろびっくりしちゃっただけだから。そうか。痛いだろバカ野郎。痛い痛い痛い。なあなあ、覆面よかったろ。ちょっとおやさん、空気読んでください。あ、気にせずどうぞ。何やってんだこの野郎。それでハルト君の父親が誰なのかって話だったと思うけど。ああ、心当たりがあると言ってたな。え、それ本当ですか。うん、私ね、辰川君がハルト君の父親なんじゃないかって思うの。は？誰なんだ。俺の幼馴染で一緒におやっさんの杯受けた兄弟分です。広瀬一家の組員なのか。いや、それがずいぶん前に組抜けまして。清美さん、なんで立つかじゃって思うの。ちょうど遥香ちゃんがこの町からいなくなる少し前に、立川君うちの近所で誰かと電話をしていて、こう言っていたの。産んでも絶対二人とも幸せになれない、下ろすべきだって。下ろすって赤ちゃんをですか。そうでしょうね。もしかしてそん時の辰川の電話の相手が遥ちゃんじゃった言うんで。もちろんその時は辰川君が誰と話してるかわからなかった。だから嫌な話聞いちゃったくらいに思ってたんだけど、でもその後姿を消した遥ちゃんが春人くんを産んでたってことは。その辰川は今どこにいる。ここを出てく前、東京に行ってメジャーになるとかなんとか言ってましたけど。ん？音楽か何かやってたのか。いやー、さっぱり。とにかく東京行ったらビッグになれるとでも思ったんじゃないですか。辰川じゃったらカムロ町でホストやっとるで。ホスト？田頭、踊りなんでそこあんなこと知っとるんや。わし、あいつと SNS でつながっとったけ、東京に行った後もちょくちょく近況報告受け取ったんです。は？なんで俺に知らせずにお前にだけ教えてんの。マジ意味わかんねえ。田頭、そいつと連絡取れるか。いや、それがここ最近全くの音信不通で、メッセージ送っても未読のままなんですわ。多分携帯変えたんじゃないかの。そうか。はっきりしたことが分からなくてごめんなさい。いや、手がかりがあっただけでも大きな前進だ。もう少しだけ待っててくれよな。